どうもベイアンです。はい、今回はですね、イオンモール鳥取北プラレールの組み立て2日目でございます。で、なんとか完成しましたので、そのレイアウトを紹介したいと思います。で、今現在2階の方にいるんですけども、今回作ったレイアウトがこちらです。ザン。はい、昨日は片方の山しかできてませんでしたけども、今日はあの両方の山と、あとトーマスのレイアウトと、あのマスコンで運転する用のレイアウト頑張って作りました。はい、今2階にいますので、下に行ってあのレイアウトの詳しいところをあの説明したいと思います。はい、レイアウトの方に降りてきました。こんな感じになりましたね。で、あの今回改善したところがですね、ここですね。あの昨日ここの高さがここと同じだったんですよ。そのためこのなんていうんですかね、この側がボンとなんか全く立体感もなく、ただただあの大きい感じのレイアウトっていう風な感じだったんですけども、こうやってちょっと段差つけることでね、ちょっと立体感が出てかっこよくなったんじゃないかなと思います。で、こちらがですね、一応トーマスのレイアウトなんですけど、ナップホードを使ってあの2路線オーバーでぐるーっと、で、もう1路線がこの分かります、グラグラ吊り橋の下を通ってこう橋を渡ってというようなレイアウトですね。で、もう1つはあのドキドキマウンテンを上がってってグラグラ吊り橋越えてすぐ降りるという、こんなレイアウトになってます。ちょっと面白いですよね、これ。で、あちらの方のこれはね、あのマスコンで遊ぶ用のレイアウトになってます。一応2つの路線が選択できるようになってます。はい、で、この辺あの明日ちょっとトーマスシリーズの車両をいろいろ置いていこうかなと思っております。はい、で、中の方入っていきますと、こちらの黄色の橋脚、久しぶりに使いましたね、黄色橋脚で。こちらの方のレイアウトはグリプラのメンバーであるきなこ嬢が一人で頑張って作ってくれました。すごいですよね、一人であのここまでできるようになるっていうのはね、本当短期間でちゃんと作ってくれました。あっちでね、ちょっと携帯つついてますけどね、まあ、よく頑張ってくれました。で、今回ね、久しぶりにあのこの懸垂式モノレール入れてみました。で、まあね、イベントの最中にちょくちょく止まるっていう危険性があるんですけども、まあ、どうしてもね、最近使ってなかったのでちょっと使ってみましたね。明日ちょっとこの3日間持ってくれればなと思います。で、あの瀬戸大橋で、こちら側がまあ船団側になりますけども、で、今回はここ見てください、これじゃーん、カーブ鉄橋の S 字です。めっちゃかっこいいです、これね、このグネグネ感わかります。で、しかも鉄橋っていうね、これちょっと今回の何ですかね、一押しポイントかなと思います。で、まあ、昨日も説明したようにここに螺旋がある感じですね。で、ちょこちょこクリアドーム入れてたりとかで、あのきなこ嬢のセンスなんですけど、あんな奥にね、わかります、ウッディがポツンと、シュールですね、あれはちょっときなこ嬢があそこに置いてくださいということだったので置いてみました。まあ、気づく人は気づくんじゃないかなと思います。すごいシュールです、わかります、遠目でチラッとウッディがーって、こんな感じですね。で、こちらの方の瀬戸大橋、ひな壇の方に関してはちょっとほぼ変更はないです。で、この瀬戸大橋ちょっと1段下げております、昨日からね、ちょっと高すぎたので1段下げてみました。これやったことによってやっぱり段差ができて立体感が生まれるので、やっぱこっちの方がかっこいいなとは思いますね。で、内側にも瀬戸大橋入れて、今回瀬戸大橋超多様です。はい、これぐらいですね、今回のレイアウトで。明日の4月の27日から、27、28、29の3日間あの土日月でイベントやっております。で、こちらの方の、ね、今何もない方のスペースにフリースペースが来ますので、そちらで遊ぶこともできますし、マスコンで遊ぶことも運転体験というような形でできることもできます。はい、こんな感じで一応イベントのね、詳細は概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらの方を確認いただければなと思います。
はい、こちらのトーマス明日どうなるか、そのあそこの車両基地のところがねやっぱりつつかれると思うので、そこが多分明日の懸念するところかなと思います。はい、今回こんな感じで動画を終わりたいと思います。イベント3日間頑張るぞ。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。